もうだいぶそうですね3ヶ月ぐらいで道とかも覚えてご飯とかもある程度は行けるようになったんでだいぶ慣れてきました。なんかこっちの方がやっぱ気候がいいなっていうか、まあ、穏やかだなってイメージはありますし、まあ、海があるんでそういうのはいいなと思いますね。まあ、1年目はやっぱりこう何も分かんない状態で結構先輩からの言うことを全て真に受けて、真に受けて、まあ、いい言い方、悪い言い方すると真に受けて、まあ、全てを吸収しつつ、まあ、いいことも悪いことも含めて全てを自分になんだろう置き換えて考えたりとかしてたんですけど、やっぱそれを踏まえて2年目になって自分で考える力も出てきて、まあ、先輩にいろんなこと言われますけど、けど自分の意思っていうかそういうのをはっきり持てるようにはなったかなって思います。まあ、去年とか本当にベテランの選手だったりとかいろんなこと言ってもらって、まあ、自分もいろいろ試行錯誤しながら本当にがむしゃらに練習して、まあ、その練習全体練習終わった後も一生懸命こう居残り練習みたいなのも自分で取り組んだりとか、そういうただただがむしゃらにって思ってやってましたけど、まあ、今年は自分で考えて自分からなんかアクションを起こして行動できるようにしようって思ってたので、そういう風な考え方とかは1年目とは違った1年になってるかなと思います。まあ、自分はその情報処理っていうか、やっぱその見て、まあ、身体能力っていう、まあ、練習すれば結構、まあ、練習っていうか筋トレしたりとかっていう風なことで、まあ、伸びていくものなんで、それ以外もサッカーを通してってことですと、まあ、その見て判断して自分行動に移すことだったりとか、まあ、自分が見えてない部分の情報をいかに吸収するかっていう風なところを、やっぱいろんなところ見て自分はどう考えるか、どう考えを持ってそれを行動するかっていう風なところを含めて、そうですね、見えてるところをやっぱりもっともっと増やしていかないといけないですし、そしたらやっぱ自分のプレーの幅も広がるし、それによって防げるゴールもかなり増えてくると思うんで、まあ、自分は見て判断してっていう情報処理の部分で結構意識してトレーニングしてます。いや、多分めちゃくちゃいいと思いますね。もう何でも言える、まあ、その練習のことに対して自分は一番下ですけど、もうスンリー君とかガンガン言ってきてっていう風に言ってくれるんで、自分も自分がシュートを打つ立場になった時に今こうだったと思いますっていうか、まあ、こうだったよっていう感じで、もうサッカー、まあ、そのプレー外のここでは敬語を使いますけど、そのプレーの中ではもうそこ絶対こっちの方がいいとかこうした方がいいよみたいな、そういう対等な立場で自分のことも見てくれてるし、自分も見させてもらってるというか、そういう本当に切磋琢磨できるような仲だとは思ってるので、本当に練習もしやすい環境ですし、その中でのチームキーパーとしてうまく、とてもよくできていると思いますね。まあ、そうですね、正直結構あると思いますけど、あってもなくてもやることっていうのは絶対変わらないんで、みんなそれぞれいろんなことを意識してると思いますし、自分も意識することはたくさんあるんで、まあ、その人に目を向けるっていうよりかはやっぱ自分にもっともっと目を向けていかないなと思うんで、やっぱ争いは必ずポジションは1個しかないんで争いはあるんですけど、その中でやっぱ、まあ、個人としてはもっともっと自分に目を向けてやっていきたいなと思った。まあ、個人としてはやっぱり必ず試合に出て自分の姿を練習動画ではなくてピッチ上で試合で見てもらえるようになりたいですし、まあ、チームとしては絶対勝ちたいというか、やっぱ、まあ、正直その J2 とかライセンスの問題とかいろいろあって、まあ、いろいろ大変ですけど、やっぱりその中でもそれがどうとか関係なく自分たちが勝ってる姿を、まあ、見せ続けられるようにしたいとはみんな思ってるんで、そこに対して、まあ、その勝った時の喜ぶことをやっぱ一緒に分かち合いたいですし、1試合でも多く勝ってみんなと喜んで、それをまた来年つなげていけるようにしていきたいと思っているので、それに自分も貢献していけたらなと思います。
旅行がしたいです。国内で国内で福岡とか行ってみたいですね。あとはどこだろうな、四国とかも結構行ってみたいんですよね。九州はもう行ったんで、四国でそのサッカーで中学校の時に一回行ったんですけど、それ以来その遠征みたいなのもないですし、四国に行くことがなかったんで、もうプライベートでちょっと行ってみたいなと思いますけど、どこがいいのかなっていうふうには思いますね。おすすめスポットですか？じゃあ銀山温泉とかですか？銀山温泉はいいですね。蔵王温泉とか、あと銀山温泉とかあるんで、そこはちょっと山形に行く時が機会があれば行ってほしいですね。あの浮く湖あるじゃないですか。何でしたっけ？視界あそこに入りたい。スカイダイビングをしたい。あ、やっぱバンジージャンプでも どっちか。いや、めちゃくちゃ嫌いなんで。だからこそちょっとやってみたいんですよ。逆にって感じですね。あのスペインの何でしたっけ、サグラダファミリア。あれ小学校の時から見たいと思ってて、名前忘れちゃって、ちょっと小学校の時からっていうの変なんですけど、あれずっと見たいと思ってました。僕がダーツで真ん中に当てたので、自分のサイン入りマグカップ3名様にプレゼントします。詳しくはこちらまで。たくさんのご応募お待ちしております。自分も熱いプレーをピッチで見せるように、これからも頑張っていきますし、チームも一丸となって全力で勝利に向かって取り組んでいくので、これからも熱いご声援よろしくお願いします。全力アスル。